はい、できました。あっちゃん特製味付けの唐揚げ、それとほうぼうとスズキのフライで、ほうぼうとスズキの皮の湯引きで、ほうぼうとスズキのあらで取ったお味噌汁、これで食べたいと思います。いただきます。どう味いけてる、おいしい。今日何かしてる味付け、すだち。ではいただきます。唐揚げグランプリ緊張取れるわ、マジやばい、これはうまい、うん。あっちゃんねるの唐揚げ粉って市販してくれへんかなこれぐらい美味しい、うん。すだちの皮が効いてんの、すごい爽やか、清涼感があってね。ではこれほうぼうかな、大きいの。唐揚げに負けやんぐらい美味しい、やばっ。めっちゃ美味しいわ。で、スズキがちっちゃいの。どう魚。うん、でテンションが低い。悪くないよ。魚フライいいやろ。ちょっとスズキいきましょう。ああ。うまみはほうぼうの方がある。もう、スズキはふわふわで、身がふわふわでめちゃくちゃ美味しい。皮の湯引きは？皮の湯引きは？もう間違いないけどな、皮の湯引きね。うん。この、泣き袋。美味しい。むこむこマヨネーズ、はい、詰まってたのに、ん、あの詰まってた飲み込むで喉詰まるほど慌てて食べやんの、今美味しかった。今日弁当出た、唐揚げ茶は焼き鳥の、美味しかった。どんぶり系方がいい？おかずに乗ってんの、乗せんのと。どっちも。どっちもいい。唐揚げマジ美味しいわ。もっとね、柚子効かしても、柚子じゃない、あのすだち効かしてもいいかも、うん。うん、うん、これ上品だね、ほんのりすだちが香るね、めちゃくちゃ美味しい、うん。ほんでな、これ美味しい。骨せんべいめちゃくちゃ美味しい。おいの、うん、珍しいね、光るんがもういい。
どうした？ん？何でものり？どこ行ったっけ？どこ行ったっけ？違うわ。あれ？どこ行ったっけ？これこれ。苦い薬。確かにね、錠剤はめちゃくちゃ苦いね。もう味はワンと飲まなあかん。ちょっと風邪気味や。はいはい。お茶ある？ないの？お茶ないわ。粉が苦いの？めちゃくちゃ苦いらしいわ、粉。粉やから飲むよって意外にするしさ。ん？食いたいけどお腹いっぱいやね。そんな美味しいの？美味しいの美味しいの。ちょいちょい食べてる。和食で。食砂糖。それ和食や。和食砂糖ね。海焼いてお店。うん。いや、おつまみもう勉強しねえよ。なら、その時食べたいや。置いといて。冷めても多分美味しいと思うね。この唐揚げもフライも。確かに唐揚げ 700g ぐらい作ってちょっとしか残ってもご飯も食べた、うん、魚のフライ美味しいわ。んトミよいしょ。めちゃくちゃ美味しいねけどね。お味噌汁もあるね。お味噌汁どうやった？美味しい。なんね、だしがすごい効いてね。いつもあっちゃんね、お魚だけで出しとるけど、これもうちょっと時間あったり余裕あったら昆布を30分とか1時間水に浸してで沸かしてで取り出して沸騰して取り出して昆布のベース作ったりで鰹節とかで鰹の出汁とか取って合わせ出汁とかにしてでそこで魚をあらから煮詰めたらめちゃくちゃ美味しい出してるところ。うん、まあ、そこって抜くね。そこも市販の昆布だしポンとこれこれね、まあ、ちょっとケミカルな味するけどけどまあ抜くわね。うん、抜くわね。よしとして、
うん、もうクラッとくるぐらい美味しい。まあ何時だ、まあまあいい時間になってもうだ、晩ご飯9時過ぎちゃったわそれはね、子供、寮がテストやから、あっちゃん、お弁当作らんくっていいんや。だから、もっと今日は余裕があるのよ。うん、明日朝、1時間余計に寝れるという。うん、夜深いだけど。あふふ、最近疲れた顔しようから早寝って言われるなそんな疲れた顔してる、老けてる顔だと。いや、老けてる顔言うな、仕方ない、年々若返ることはない。うん、気を譲ってない、気を譲ってない、気を譲ってない、何やねん、清水さん。若返りの水とかないの？なんやろ。あっちゃんちの井戸水。うん、若返っとらんやん。老けてるだけやん。だかましよ。清水やん。いや、何なんでも老けるもんは老けるわよ。水素水、水素水の体にいいとか良くないとか分かる、何を信じてるのか分かる、水のせいで熱ないの分かってみよう、唐揚げ食べてちょっと食欲少ない、少ないでしょ、いつもより少ないけど、まあ、お茶碗いっぱい食べて唐揚げポチポチ食べとるから食欲はないことはないんだけど、いつもね元気な光るんがこうぐねっとなったらちょっと心配、まあ、光るだけじゃうけどね、いつも元気な子供がぐねっとなったら心配、亡くなって、ヒカルンがまだ3歳、リョウが5歳やったんか、5歳、6歳か、ちゃうわ、ヒカル3歳ちゃう、ヒカル3歳病気になって、ヒカルがリョウが5歳だけって、亡くなったんが、ヒカルが5歳か、リョウが8歳か、9歳か、それぐらいで、うん、小学校3年、ヒカルが年長やって、だから、一人で子育てしとったら、夜中急に熱出したりとか、何やるか分からへんの。だから子供って急にこう変わるやん、だからお酒とか飲んだりできへんかってね、だから夜お酒飲むことめったになくなったあっちゃんが、うん、でよっぽどね何にもない時やるやんとか、あっちゃんがもうどうもしんどいだったり、そういう時はねバカ飲みした時はあった、やっぱりストレスに任せてもう全て忘れたいから記憶飛ばしたいから思ってね、ウイスキー一本飲んだ時もあったけどまあ次の日二日酔いでしんどかったわ、記憶飛ばへんだけどもうほんまにお酒飲まへんかった、だから晩酌とかせえへん、うん、飲む癖がない、晩ご飯でやっぱり、ね、餃子食べたらビールが美味しいとかよく言ったりするけど、うん、そんなないな、熱なかったら大丈夫や、寝とけ、いっぱいね。な。
布団で寝たいの。そんなとこにソファーで寝転ぶ。ソファーで寝に行ったよ。まあね、これぐらいだったら急に夕方からしんどくなってぐねえなることないやん。でも朝からしんどいんだから病院連れてって言うの夕方ね。なんか晩ご飯遅なっとんですよ。まあ明日なんて元気になってるでしょ。美味しかった。ごちそうさまでした。でもね、唐揚げ美味しかったよ。もうちょっとね、塩と胡椒、胡椒じゃない、柚子効かしてもいいかもわからない。まあ、塩ぼちぼち入ってるね。コーミーペースト使ってんけど、うん、それがまあまあいい味出してんねんけどね。で、肉汁もね、全然逃げ出してなくてね、しっかりジューシーで、で、ゆずじゃね、あの、すだちの香りがすんごいしてんねんね。すごいしか、めちゃくちゃしてるわけじゃなく、そんなに主張はしてないけど、奥でほんのり香ってんのがすごい上品で美味しかった。もうちょっと出せばいいかわからんけど、この皮使ったのが多分正解だと思うね。皮の風味がすごい良くてね。で、まあ皮使って、皮半分ほど削って、で、中身ギュッて絞ったからまあまあね、すだちの香りが出てたんで、あんまり酸っぱだったらどうかなと。まあ熱入れるから酸っぱみとんなんかもわからんけどもね、柑橘の香りだけが残ってね、すごい美味しい。でフライの方はね、もうまあ魚の旨味がきっちり出てて、スズキの方はね、身がやっこくてふわふわで衣がカリッとしてね、で美味しかったし、でホウボウさんはね、めちゃくちゃの魚の旨味が出てた。これはありです。やっぱホウボウってやっぱお刺身がすごい美味しいから、ていうかお魚ってお刺身美味しいやん。でお刺身お刺身と思って食べてたけど、やっぱり熱入れる料理、焼き煮つけとかやけども、フライとか唐揚げも美味しいっていう魚はこれからね、もう積極的にやっていこうかなって。フライめんどくさいやんか、いちいち粉振って卵塗ってパン粉して、でパン粉余ってほかしてみたいな、だから、ね、せえへんねんけど、ほんまもうマヨでパパって手抜きやけど、それでもめちゃくちゃ美味しいんでね、もうフライってありやと思うね、お魚ね、うん、だからこれからもね、そういうフライ、もう揚げもめんどくさいってのもあるけど、うん、でもまあこれからそういうフライ系っていうのもやっていくのもありかもわからんね。お魚の料理また幅広げていきたいと思います。はい、ということで、今日のあっちゃんちの晩ご飯、唐揚げと魚のフライでした。美味しかったです。ごちそうさま。今日のあっちゃんちの晩ご飯、唐揚げと、魚のフライ、良かったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。